磐田のサポーターかなりの数のサポーターが甲府のスタジアムに集まっています、はい、こちらに来るときにびっくりする。そのジャーミン目指したところ、いい1対1になる。ジャーミン前向けるか。甲府2人の守備、金子シュート。まあこの村さん縦のパス選択、金子判定、はいね、金子ミドルシュート、うん、吐き出します三浦です。今 ね金子の良さ出ましたよね、はいはい、送って金子の後ろグラスター下げてシュートに行きますがブロックです。すかさず寄せる甲府の守備、ミドルシュート、ワンハンド、よく触りましたね山内、素晴らしい反応。集中力高く甲府も粘りました。ボックス内密集しています。ここもニアだ、セットドロー、豚から、ゴールの右にそれていく。ミクがしっかり合ってますからね。ここも狙っていく。ジャミンだ、ピンポイントで合わせていきました。遠藤からジャーメイン先制。岩田長い高さのあるヘディングですよね、はい、叩きつけましたかね。これ手前でマンシャボを競ってるんですが、はい、ものともせずに。そうですね、力強いですよね。マン後ろからドゥドゥー、キーパー、アウトレンジから狙っていきました。サイドに起点を作れるか。そうですね、関口早めに上げていく。無理だ、宇高胸コントロール、左足、いやーゴール前、梶川よく止めた。タイムアップのホイッスル、0対1アウェー岩田勝利。43分、ジャーメイン亮の1点。